皆さんお疲れ様です、まあ、なんかね日本各地の全国各地のトラックステーションとかあとはドライブインとかがねもうどんどんなくなっていってそれがね極まってきたかなってところがあるんですよねあのサービスエリアとかそれからパーキングエリアこれ高速道路についてますけどもこの辺りも経営が立ち行かなくなって閉店してるところがあるっていうのもね徐々に知られてきましたけどももう片っぽで その高速道路じゃないんだけども一般道でね例えば国道とか県から県へこうまたぐようなそんな一般道ですよねまあそういったところにあるドライバーさんの憩いの場とかね24時間のトラックステーションっていうのもどんどん閉店してるみたいですねでそのほとんどがもう創業して50年とか60年なわけですよで自動販売機コーナーもちょっと味わい深くってね昔の自販機がそこにあるみたいな ところですまあ場合によってはゲームセンターがついていたりとかすごく広い駐車場があって車中泊ができるようになってロングドライブされる方とか長距離ドライバーさんの憩いの場になってるんですけどもこういうところがねなくなっているっていうのがあのい,ろいろとと、ね、影響が出ているかなと、うん、その一つがあの飲食店を経営される方の高齢化なんですよね。あの飲食店に 就職しようっていう人がすごく減ってるっていう現状もあって、少子高齢化もあって、20代とか30代の方が飲食店に勤めるっていう、まあ、その絶対数が少ないのと、ま,あ、まさにね、ヒカキンさんとかミ,コキミソキンさんとかの影響で、インターネットで自宅で仕事をしたい、そしてそれができてしまうっていうところも相まって、外に働きに行く人口っていうのはね、減ってるんですよね。うん、で、トラックドライバーも、 減っていいるととうことなんで結局外に出て働く人全体的に減っていってでまあネットとかでね自由なスタイルで稼ぐ人在宅で稼ぐ人っていうのがまあこれ実はこの人たちもやっていけなくなるんではないかなと、まあ、例えば何か通販で頼もうと思っても全然届かなくってでそういったものを拠りどころにしているその業者っていうのかなこういうのができなくなってくるとかね。 うん、で最近はねあの聞くところによると、まあ、メルカリとかもうん、中古販売してる人もねあの即時発送っていうのが結構難しくってでまとめてなんか送るみたいなところを取ってきたりとかね要するにすぐに届くっていうところから、まあ、今週届くみたいな感じでね、うん、なんか歪みが出てきてるのかなと思いますね。 まあ結局 GDP は全体的に増えてないのに物価上がってますからまあ商売のこうなんていうんですかね、えー、行ったり来たりっていうのが減ってるんですよねきっとね単価が上がって、うん、で、まあ、人は減っているっていうところと GDP が変わっていないのとあと GDP っていうのももしかしたらピークアウトしてこれから減るのかもしれないですね、うん まあなんかそんなこと感じたかな。あと、YouTube でも、その、いろんなトラックステーションとか、サービスエリアが、営業今日で終わりますみたいな感じで、惜しまれつつ閉店みたいなところがね、だいぶ出てきたりとか、それだけにかかわらず、地方の味わいのある飲食店もなくなって、も、ま、う、あ、その地域にはもう、個人商店なくなったみたいなね。あとは、ちょっと足を伸ばして、チェーン店があるだけみたいな。なんかその、日本全国的にかそってきてるみたいなね。 そんなところかなとこれじゃあもうほんとコンパクトシティやるしかなくって、えー、西暦あともう70年とかしたら人口がもう3,000万人になるんじゃないかなっていうふうなもうつる落としみたいにグーッと減るみたいなね予測を出す人もいてこの前国会でそういうのが論争になってましたけどねこんな3,000万人みたいな人口維持できるのかみたいな。で子ども家庭庁のやってる施策がもうめちゃくちゃで。 えー、結局、あれをやってます、これをやってますっていうふうに、えー、政府の方はね、自分たちのやってることを正当化するんですけども、追及する野党としては、その結果こうなってるんですかっていうようなことを突きつけられてね、もう認知も察知もいかないようになってます。まあ、なんでしょうね。うんまあ、ものすごくね、二極化というには生ぬるい、完全な格差が生まれてるかなと。うん、それこそ、年貢に苦しめられる国民と、 あとはそれを手に入れて悠々としているね、権力者とか、昭和丼とかね、桔梗屋みたいなね。<laughs> 庶民は苦しいかみたいなとこですか。いや、本当にこれやばいですね。明日は我が身ですよ、ほ、うん、まあそういった危機感が常にあるから、うん、食いっぱくれるかもしれないみたいな。まあ、そんな形で今日5月26日朝4時スタートです。いってらっしゃい。